ソラと。おや、ようこそお越しくださいました。実は今あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？あ、もしかして魔人級の依頼ってやつか？冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。え？では、なんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた依頼を整理していた時にたまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。ふふん、もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか、じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？そもそもなんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼はビマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ。もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。うん、任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。ああ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？
知らない知らない知らない。そんなに答えたくないのかよ。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。分かったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ。ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいない時はたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いやそれはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても引っ越しなんて大掛かりなこと村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。おや、客人かい。こんにちは、アマディアじいちゃん。オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労さん。こんなところまで来てもらって申し訳ないの。どうかあの子を見つけてやってほしい。うん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないか。ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だがこうしてあの声が聞こえなくなると心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころかいつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えばあの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだ
んだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに。年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくてのう。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？だな、オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし、住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか。ちょっと待ってくれ、オイラこがらがってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人？あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん？もしかして依頼を受けて来てくれたの？おお、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった、まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。その、どうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな、お願い。おう、そう心配しないでくれ。ところでアトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは。手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。休暇にはぴったしな場所だ。もう何日かここで休ませてくれ。健康な体を手に入れられました。急がず、もう少しあいつと相談しよう。